優しくまだずレッドイッチショーフーということで、サプライズジャパニーズドラムス、オーケー、レディー、ウートン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 、それ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 。皆さんこんにちは。レッドイット大開発の裏側に迫るレッドイットトーク、今回はサウンドについてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。ディレクターのシンです。先輩レッドイットダーアンクルベースです。このレッドイット大、はい、もうサウンドがバリバリ最高じゃないですか。はい、そうです。バリバリ最高のこのサウンドのところなんていうのはシンさんがやっぱこれも作られたんですか。そうですね、まあ、レッドイットダイの世界観、まあ、ゲームの命を吹き込むための重要なファクターとしてですね、やっぱりサウンドを外せないところがあるんですね。なので思いっきり力を入れております、まあ、そんな中サウンドクリエイターにアキラ山岡を迎え入れてるわけなんです。いやマジかよシンクさん、うわアキラじゃないですか。どうもどうもどうも、こんにちは。びっくりしたなぁ、アキラ。どうもです。随分なんかヒゲが薄くなってるからちょっと今一瞬びっくりしましたよ。どうも山岡です。もうなんか E3 のライブパーティーもめちゃくちゃ盛り上がっちゃって。盛り上がりましたね。しかもアキラもバリバリ盛り上がってましたね。そうですね、まああんなレジェンドたちとなかなかこう一緒に演奏できるなんてね、うん、まあレッドイット大だから、うん、これ本当にレッドイット大だけどやっててよかったなと思いますよ、ね、本当に著名なこのアーティストのコラボレーションで、ね、チェスター。そうね、まあチェスターでもリンキンパークの、リンキンパークですよ皆さん、聞いてますか、お母さん、本当におばあちゃんも。いろんなアーティストとレッドイットダイなんかコラボしてるらしいじゃないですか、うん。そうですね、まあまあ、僕もずっとゲームの音楽やってて、うん、まあ、日本の今若いこうロックバンド、うん、まあ、100組に集まってもらって、うん、レッドイットダイっていうオリジナルの曲を書いてもらった。わあ、俺は参加しているこのバンドの曲は全部このレッドイットダイのこのゲームの中で聴けるっていうことですよね。ゲーム全部入ってます。入ってます。ゲームの中でこれ何曲入ってますか。100数十曲入ってます。100数十曲。そう、なかなか音楽を聴くことで、うん、百数十曲レッドイットダイっていう同じタイトルで全然違うアーティストの音楽が聴けるところ、ゲームならではのなんかこうやり方というかね、ゲームならではじゃないかなと思ってますよね。これ恐ろしいですね、うん、だってまあ大体仮に5分としても100曲あるとか500分、ね、500分ですね。何時間ですか。何時間何時間なんですね。ちょっと計算が寝ることできないできないですね。寝ないで遊んでくださいっていう感じ。やばいですね、みんな寝ないで遊ぶとですね、みんなこうなるんですよ、ね、こうなっちゃうね。一番こう注目してほしいポイントなんか教えたいんですけど、やっぱオンラインゲームなので、うん、こう飽きずに、まあ、さっき、ね、寝ないでって言いましたけど、うん、まあ、どれだけ飽きずに遊べるかっていうことで、うん、音ってやっぱこう世界観を作ってくるところあるので、うん、音でそこをどう飽きさせずに楽しんでもらえるかっていうのはもうずっと考えて作ってたんで、そこはまあ注力してほしいですね、うん、なんか早くゲームプレイがしたくなっちゃいましたね。でしょ。はい、それでは本日のキーフィーチャーはこだわりのサウンドと多彩なコラボレーション、それがレッドイットダイということでいただきました。どうもありがとうございました。That's it!